シシガシラ・マキノは、シダ植物門。シシガシラかヒリウシダ族に属する植物で、木陰のやや湿った斜面に生える。日本各地でごく普通種であり、はっきりした形の葉を密集してつけるので、よく目立つ。茎はごく短く立ち上がり、茎には多数の葉を密生する。葉の大部分は栄養用で、ロゼット状に広がる。少数の胞子用はやや立ち上がる。 茎には臨片を密生し、葉の気分にも少しつく。栄養用は一回以上服用で、新緑でやや厚みがあり、艶はない。長さは40センチメートルくらいまで、全体としてはほぼ楕円形、やや通卵ん型となる。個々の小葉は、線形で、先端は丸く、主軸に対してほとんど直角に出て、先端の方がやや先を向く。が少し幅広くなって、隣の小に、 やや流れるようになることもある。商用はほとんど基部まで続き、はっきりとした傭兵の部分はない。法仕様は立ち上がり気味に出る。形は栄養用と基本的には同じだが、小葉の幅が狭く、ややまばらに出る。表は緑色にならない。法仕の部分は、葉裏の主軸の両側沿いに密着するように、線状に長く続いている。法仕様の右辺は、 主軸と日本の胞子の右群の幅とほぼ同じである。北海道から九州、薬島までの山林や山間部の村落周辺などに見られる。日本固有の種であるが、琉球列島には分布しない。ただし、白雲市だが、トカラ列島から知られ、他に台湾からも知られているが、これが獅子頭と同一ではないかとの説もあるらしい。この属の植物は南半球を中心に、 約200種があり、日本には5種ばかりが知られる。中には、法子葉が分化しないものも多く、それらを別属とする考えもある。日本産の種は、大体が獅子頭とよく似た、法子葉が分化するものである。代表的なものを一家に簡単に記す。同族の比シしは背丈が1.5メートルを超える、大型のシダで、南西諸島以南によく見られる。 こちらは、放射用が分化しないもので、見かけはかなり異なる印象である。ありがとうございます。